マブチムツオは、日本の外交官、作家、京都大学法学部中隊、ケンブリッジ大学経済学部卒業、在イスラエル日本大使館講師、在イ日本大使館特命全権講師、特命全権大使キューバ国中札、中クライナ県モルドバ大使、防衛大学校教授を歴任、京都府府内群ヤギ町日置出身、ヤギ町立府本小学校、 福知山市立大江中学校、京都府立園部高等学校第16回を経て、京都大学法学部3年次在学中に外務公務員採用上級試験に合格し、中退、1968年に外務省入省。研修先であったイギリスのケンブリッジ大学経済学部に入学し、1971年に卒業。外務本省では、 国際連合局社会協力課長、大臣官房文化交流部文化第一課長、東京都外務長などを歴任。在外では、在英国日本国大使館、在インド日本国大使館、在ソビエト連邦日本国大使館、在ニューヨーク日本国総領事館に勤務し、EC 代表部参事館、在イスラエル日本大使館講師、在タイ日本大使館特命全権講師を務めた。 2000年に特命全権大使キューバ国中殺に就任。2003年5月には財団法人国際開発高等教育機構専務理事に就任し、2005年より中ウクライナ県モルドバ大使を3年間務め、2008年11月外務省を退官。同月防衛大学校教授に就任し、2011年3月定年退職。2012年2月著書。 今本当に伝えたい感動的な日本の力で作家デビュー。以降、日本文化チャンネル桜などの政治系テレビ番組にコメンテーター、論客として出演し始める。2014年4月には、キビ国際大学客員教授に就任。2020年、随法中受賞受賞。日本再発見講座シリーズ。ありがとうございます。